はこんばんは、みなさん、どうも、ミキです。ミキチャンネルへようこそー。はい。今日はですね、ちょっとさっき出かけてきたんですけど、その時近くのセブンで、何これみたいなものがあったので、紹介したいと思います。それがこちらです。午後の紅茶、レモンティーポップコーン。レモンティーが爽やかに香る、とっておきのポップコーン。期間限定。はい、こちらですね。午後の紅茶。はい、皆さんご存知。こちらの午後の紅茶の、その味のポップコーンが、セブンイレブンで売ってたので買ってきました。で、後ろ読むとね、ここにですね、午後の紅茶は発売30周年を迎えました。はい。ということでですね、まあ、多分30周年の記念かな？お菓子が。3つ出たらしいんですけど、ここ私が買った、レモンティーポップコーン。レモンティー。はい、こちらの、午後の紅茶レモンティーとポップコーンがコラボしたやつと、もう2つ種類があって、1つ目が、午後の紅茶ストレートティーとクッキーで、ストレートティークッキーっていうのが発売されてるのと、もう1つはですね、午後の紅茶ミルクティーケーキだって、めっちゃうまそうじゃない？でですよ。こちら、私が買ってきたのは、午後の紅茶のレモンティーポップコーン。爽やかな大粒のポップコーン。レモンティーをイメージした飴がかけてある。価格は149円らしいです。よく見たんだけど、あったかなと思って、他の2つ。これしか目に入んなかったので、これしか買ってきませんでした。で、さっきも見せたけど、はい。こちらも一応買ってきました。まあ、要はよく YouTuber がやるこの、似てるかなっていう謎のね。ということで、今日はこの2つ、ちょっと味そっくりなのか、ちょっと飲んで食べて知ってみたいと思います。はい。いやー、すごいね。私ね、うわ、めっちゃ匂いする。私ね、午後の紅茶だったら一番飲むのはやっぱりね、ミルクティーかな。うん、ミルクティーが一番飲みますね。で、さっきも匂いしたのに、おー、やばっ。あ、でも、おお、おお、やばいな、これ。これやばい、はい。くんくんして。いいよ。香るかい？どう？爽やかな香る？ん？レモンティーが。爽やかに香るか。じゃ、ちょっと待ってね。食べる前に、ちょっと匂いもこっちと比較したい。お、あれ？あれ？ちょっと似てるんじゃないか？あ、似てる。あ、すげえ。それ では、午後の紅茶、レモンティーポップコーン、食べてみたいと思います。いただきます。さっきも見えたと思うんだけど、はい、一粒こんな感じの、なんかまあ、すごいいい感じにね、何、ソースみたいなのついてますね。いただきます。待って。めっちゃうまい、これ。あのね、これさっき、説明書きにも書いてあったんですけど、レモンティーをイメージした飴がかけてある、書いてあるんですけど、私が見てる記事には。これ本当にね、なんかね、すっげえ、本当飴が溶けたやつがかかってんな、みたいな感じがして、めっちゃ味濃くて美味しいです。これめっちゃうまいわ。これ当たり。これ食べた方がいい、みんな絶対。もうね、ちっちゃい子から大人まで楽しめる味になってる。ディズニーランドに売ってるハニーハントに似てるかなってなるんだけど、やっぱちょっと違うんですね。やっぱ飴がかかってるっていうのがすごい感じるので、うまい！あ、ちょっと待って。これ飲んでみよう、これ。これ食べて。まっ。見てこれな。久しぶりに飲んだ。あーんなーんー。似てるか似てないかって言ったら、あんまり、そこまで言うほど似てないかもしれない。香りは若干似て、だから若干似てるって言う。ただ微妙だけど、一つ分かったのは、これとこれの相性は抜群です。こっち甘ったるいんで、食べるじゃん。で、これ飲むと、ちょっとスッキリしてる。やっぱ飲み物なんで。スッキリしてるから、まあ、同じやつなんだけど、この相性バッチリですね。これこっち買う人は、ぜひこれ買って、普通に食べたらいいと思います。めっちゃうまいわ。ということで、これですね、発売は、全部の3品の発売日が、これ7月26日で、期間限定なんですけど、その期間はですね、8月末までだって。まだもうちょい間に合うね。まだ食べてない人はまだ間に合うので、ぜひぜひ食べてください。これめっちゃうまいです。気になった方、そして午後の紅茶、好きな方、ぜひぜひ買って食べてみてください。私のおすすめはこれ、どっちも一緒に買って、こう、食べて飲むっていうのが一番いいと思いました。てか、どうせだったらあれだよね、ストレートティーとかね、ミルク
ティのね、やつも食べたいよね。でもまあもうなくなっちゃうのか。ちょっと気になるけどね。まあいいや。はい、ということで、最後までご視聴ありがとうございました。では、次のミッキーチャンネルでお会いしましょう。バイバイビーン。これハマるお菓子。もう夏が近いですね、皆さん。夏といえば、ホラーです。もうこれ行くわけじゃないですか、4人は。A さんと B さん、急に、うわーっつって、車に逃げてたんですね。